暑い日差しの中を、さよなら原発10万人集会につながる皆さん、本当によく来てくださいました。主催者でもない私がこんなことを言うのはちょっと変ですけれど、でも本当によく来てくださった、そう思うのです。 3.11 からの日々、福島の人々ももちろんそうですが、福島原発事故に心を痛め、原発がある社会を憂えた日本の人々が、日本中の人々が優しく支え合い、自分にできる何かをと立ち上がり、数々の行動を起こしてきました。今日皆さんにお話ししたいのは、悲しみと困難の中でそれぞれが本当によくやってきたねということです。明らかにされていく事実の中で、さらにがっかりすることや驚き呆れることもたくさんありました。数々の分断は私たちをバラバラにしようとしました。暗闇の中で翻弄され、傷つき混乱しながら、それでもつながり続け、一人一人が最善を尽くしてきたと思います。それがこの夏の公園に広がる色とりどりの花模様です。官邸前の暑い金曜日です。日本中で展開される福島の子どもたちの保養プロジェクトや健康相談会です。日本のあちこちに市民の力で建てられた放射能測定所です。さまざまな人々が立ち寄っていく経産省前テントです。いち早くマンパワーを送り込んでくださった障害を持つ人々を支えるネットワークです。被爆の中で行われた数々の除染実験です。見知らぬ土地で勇気を振り絞った新しい生活です。福島の女たちの大井原発弾丸ツアーです。1300人以上の市民による集団告訴です。電力会社を訴える数々の裁判です。政治に訴えるあらゆる取り組みです。情報開示や自治体へのたゆまぬ働きかけです。インターネットで瞬く間に広がっていく小さな報道です。映画であり音楽であり書物です。各地に広がるユーモラスな福島の古い盆踊りです。今私たちの上を飛ぶヘリコプターです。そして今日、福島県の二本松市というところからテクテクと歩いてやってきた人がいます。肺の更新の関さんです。この会場におられます。彼は6月のある日、たった一人で東京に向かって歩き始めました。かつて 3.11 の原発事故が起きる前に、二人の若者が東京から福島までを歩き通す廃炉ウォークを試みようとしたことがありました。それは消費地東京から原発現地の福島へ電気を送る道を逆にたどり、原発なき新しい世界のビジョンを考える方針のはずでした。しかし今、電気の道をたどりながら、放射能に汚染された庭の土を背中に背負って、関さんは一歩一歩歩いてきました。明日、東電と経産省にあなた方が出したものを返しに来たよと私に行くのだそうです。暑い日も雨の日も、テクテク歩くうちに一人二人と同業者が増え、
今日はどれぐらいの人々と共にこの公園に歩いてこられたのでしょうか。私たちは今日ここで本当によくやってきたねと自分を褒め、今隣にいる人を褒めましょう。そして深く息を吐き、体をいたわりましょう。私たちの行動を支えてきた大切な体です。明日を賢く生きるために、密かに微笑みと力を蓄えましょう。しかしそれでも福島の現状はあまりにも厳しいのです。4号機甲状腺検査、再稼働、瓦礫問題、安全保障、廃墟と復興の狭間でひっそりと絶たれていく命たち。アメリカのジョアンナ・メイシーという人がかつて言いました。絶望こそが希望であると。福島原発事故という最悪の事態の中から、私たちはかすかな光を手繰り寄せ、今このように青空のもとに集まっています。声なき声と共にあり、分断の罠に夢々落ち込むことなく、賢くつながり合っていきましょう。共に歩んでいきましょう。ありがとうございました。向井玲子さん、本当にありがとうございます。